お世話になります。アスナロ CEO、 みんなの株式達人予想士の大石康でございます。今日も株式投資における AI の貴重なデータをお届けしたいと思います。今回はですね、年に1回だけのコンテンツ、弊社の AI 刀 3.0 2021年間アワード、アスナロ投資顧問。いつも何週かにわたってのデータですとか、あと月単位のデータですとか、あと四半期ごとのデータ、細かくお伝えしてるんですが、今回の動画はそれを年間で見るとどうなのだという、データになってます。足元の乱高下相場で AI、興味持つ方が増えております。実際に使うべきかどうか、このデータを見て判断していただければなというふうに思ってます。やっていきましょう。今日のメニュー確認していきます。ドゥン。まず日経平均株価データを年間で見ていきます。次に累計パフォーマンス、そして個別銘柄のトップ&ワースト、パターン別トップ&ワーストで、シーズン1から4の振り返り、そして最後、これも年に1回だけ、刀 3.0 の絞りたての銘柄を皆様にプレゼントいたします。この動画限定でございます。ぜひ最後までご覧になって、 AI の知見を手に入れ、そして銘柄も実際に手に入れてお帰りください。では確認していきましょう。まずは日経平均株価データです。ドン。2021年3月30日から2022年3月28日で区切っております。集計初日は 29,432 円、最高値は9月14日の 3万795 円です。はるか遠くの株価に見えますね。最安値は2022年の3月9日 24,681 円、そして集計日の3月28日は 27,943 円になっています。下げに下げてようやくリバウンドを年明けてから始めたんですが、まだ全然戻りきらないということです。リスク要因が非常にたくさんありますね。はい、では続きまして累計パフォーマンスを確認していきましょう。じゃん。今回はですね、年間で1108銘柄を公開してまいりました。その銘柄の全累計ということになります。はい、累計上昇率 21,447.66%、はい、累計下落率はマイナス 23,386.19% ということです。若干上昇率の方が上回ったというパフォーマンスになってますが、もっとね、頑張ってほしかったなっていうのが個人的な意見でございます。それでは続いていきましょう。年間の個別銘柄トップ&ワーストでございます。はい、最低下落率を叩き出したレノバから見ていきましょう。ドン。マイナス 77% ということになってしまいました。確かすごく勢いよく上げてたんですが、その肝となる材料が一気に吹き飛んで、売られ続けたという展開になったかと思います。では逆に、上昇率最高はどれなのか。ドン。堂々の1位、 389% の上昇、東京機械6335でございます。この銘柄に関しては上昇率ランキングで非常に見る機会が多かった銘柄ですし、どういうふうになぜ上げたのかっていうのも分かりやすい銘柄だったというふうに思います。2021年の9月に 389% 叩いて、で安値もマイナス 15% ですから浅いということですね。で現在はもう行ってこいになってますよね。はい、ちょうどこの9月10日、この辺がね、日経平均株価も高かったと思うんですが、全体的に相場イケイケな雰囲気がありました。またあのね、イケイケな感じ戻ってきてほしいですよね。ではパターン別のトップ&ワーストを見ていきましょう。ドン。はい、まずワーストから見ていきます。これはシーズン3のパターン O でございます。銘柄数12銘柄、高安現在値の累計はマイナス 284%、 その平均はマイナス 23% となりました。ご迷惑をおかけした会員様がいらっしゃれば、申し訳ございませんでした。では逆にトップ見ていきましょう。ドン。シーズン3のパターン J、 高安累計は 156%、 そして平均は 31%、 集計日に関してはそれぞれこういった日付になってます。まあ、1銘柄あたりね、 30% の上昇を見せてくれれば、これはパターン別なんで、およそ3ヶ月のパフォーマンスになってますから、非常に優秀と言えるんじゃないでしょうかね。はい、それではこの1年間をシーズンごとに振り返っていきたいと思います。ではまずシーズン1からいきます。ドン。
はい、集計期間は2021年3月30日から、同年の6月28日まで184銘柄を公開して、高値 2216%、平均 12%、 安値マイナス 1898%、 平均マイナス 10%、 集計日の騰落率はマイナス 169%、 平均でマイナス 0.9% です。ではシーズン2になります。ドゥン、集計期間2021年6月28日から2021年9月27日まで213銘柄お届けしました。高値騰落率 3416%、 平均 16%、 安値マイナス 2159%、 平均マイナス 10%、 集計日騰落率はマイナス 347%、 平均マイナス 1.6%、 ではシーズン3、ドゥン、2021年9月27日から2021年12月23日まで223銘柄公開しました。高値 3119%、 平均 13%、 安値マイナス 3152%、 平均マイナス 14%、 集計日騰落率はマイナス 1093%、 平均マイナス 4% と。では最後です、シーズン4、ドゥン、2021年12月24日クリスマスイブから2022年3月28日までです。154銘柄を紹介いたしました。高値 1956%、 平均 12%、 安値マイナス 1506%、 マイナス 9%、 集計日騰落率は 318%、 平均 2%、 唯一勝ち越しということです。はい、まあ、全体的にですね、負けが込んだ印象は非常にあります。しかし、この2022年始まってからのこの相場で勝ち越せたっていうのは、一つ刀 3.0 にとっては自信をつけた出来事なんじゃないかなというふうに思ってます。そして、まあ、今年もう4月からね、新年度始まってまして、どんなパフォーマンスが出てくるのか、ここら辺に関しては、また来月動画を撮影しようと思ってますから、引き続き楽しみにしていてほしいと思います。でこの1年振り返りますと、まあ、本当に、怒涛の1年だったっていうかね、高値と安値、日経平均株価のデータ見ていただければ分かるように、6000円っていう、ね、値幅が出てました。刀 3.0 も、当然ながらたくさんの銘柄をこう抽出してお客様に公開していくっていう、たくさんのある意味ケースを溜め込むことができました。おかげさまで初動会員というね、 AI にアナリストの助言をつけるという、まあ、業界でも画期的なサービスになりますけども、これをリリースするにあたって本当にたくさんのケースを手に入れることができた。これが皆様のもとにサービスとして返っていくっていうね、ウィンウィンな関係が築けたんじゃないかなと思って、個人的には非常に嬉しく思っています。ぜひね、体感してみていただきたいと思います。今日、撮影しているの4月23日土曜日になりますが、サービススタート以降パフォーマンスとしてはプラス圏で、推移しています。もちろんリグった銘柄、ロスカットした銘柄ありますけども、トータルで見るとプラスというところになってますから、目安としてはですね、会員費は全然ペイできると、まあ、投資金額によりますがね、はい、そういったパフォーマンスになってますから、ぜひやってみてほしいなというふうに思います。これ以上はね、ちょっと詳しくなかなか言えないところがありまして、ご勘弁いただければと思いますけどもね、はい、といったところで、今日お伝えしたデータの詳細というものは、弊社のアスナロ投資顧問サイトの刀の特設ページに、全て掲載されております。間に合っていると思います。はい、ぜひそちらを確認してもらって、より細かく見ていただいて、実際に納得がいった状態でですね、もし機会があれば刀 3.0 の銘柄使ってみてください。はい、それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。プレゼント銘柄はこちらです。それではまたお会いしましょう。大石でございました。